最初のコウスケ入ってきた時本当に絡みづらかった、あの時は本当にもう練習もなんかわーちゃんとやるよみたいな感じで言ってきて、あこいつこういうキャラなんだなって思ってたらさ、本当はもっといじってほしいんで僕のこといじってくださいってあそこから あそこからねみんないじって、ね、まだねちょっといじってくれるようになりましたけど、結局続かなかったですもん、ね、いじるのも。だっていじる人がそんないなかったもんね、あの時。そうですね、庄司さんとかいた時は ね庄司君、恭平君とかだと、そうあの辺はね嬉しかったですもん、やっぱいじってくれて。ミヤ知ってるはずなのにいじんなかったもん、ね、ミヤ君は札幌時代でも、まあ、唯一俺を優しく扱ってくれるってめちゃくちゃもう優しい先輩でしたね。他の先輩はもうマジ札幌の時はもうずっともうずっといじられない日はなかったから、うん、いや今はもう全然っすよ。逆にもっと下いじってもいいのになって思うぐらい全然いや下がいじってくんないんですよ。そう本当にいや俺めっちゃいじられるけどね羨ましいっすよ。もう下との距離感が俺難しいんですよ正直。まあまあね、もうずっとあの先輩に可愛がられてきた人間なんですけど、だからどっちかっていうとこう下と関わってきてないんで、あんま先輩にこうガツガツ来る後輩がそんな多くないからね。確かになんかみんないい子っすもんね。ね、いい子すぎて。それこそトヨとかいいんじゃないですか、ガクさんは好きなんじゃないですか。あいつはもういいわトヨとかもうクソいじられてるじゃないですか。何回なんかいやもう俺もガクさんいじんのやりますとか言っても5分後にはもういじってるからな、もう、まあ、もそのぐらいで来てほしいんですよ。だから後輩とかも全然、まあね、誰も来ないですもん。誰も来ないね、いや来てますよガクさんもねガクさんに来てますよ全然。いやでもやっぱなんだろうね、俺は下でも確かに行かないかもな、うん、何がダメなんですか、どうしたらいいんですか、俺はどうしたら来てくれるんですか。ヒゲ剃ったらいいんじゃない飯もさ行く下行かないっす。でも俺だから誘えないんですよ下を、なかなか正直。あやっと去年も1年ぐらい経って去年の終わり頃に、うん、あの中野啓太と山田風紀あたりを誘えるようになりました。あの辺はね、なんかあの辺は確かに誘いやすいよね、うん、俺も何回か飯行ったことあるけど。そうしたらケイタいなくなっちゃうし接しやすいタイプだったのがさらにここ1年ぐらいであの増したなっていう、いじられ具合と接しやすさと。もう本当にあの竹富がこいつはみんなと同い年だからって言ってから、なんかもう下がどんどん来るようになりましたねいや羨ましい、まあ、やりやすいですけどね、その分結構来てくれるんで、うん、そんななんかねえばってる先輩にならずに済むんでありがたいですけどね。いや本当に本当によく走るなってね一回なんか疲れないのとか言ったら、いや俺は80分から本領発揮しますよとか言ってそんなことないですけどそんなこと言ってましたっけ、ね、そのなんか言いましたっけ、まだ走り足りないっすみたいな言ってた試合あってすげえなと思って。走り足りない試合たまにありますね。正直めちゃくちゃ疲れてますし、距離はあんま走ってないんで、スプリント回数とか回数、はい、どっちかというと、うん、スプリント回数でもダッシュして休んでダッシュして休んでって感じなん で今年1キロ上がってますからね、あれあスプリントの基準があったの、はい、で今年確か25キロ以上か、なんか1キロぐらい上がったらしいです。へえ、それでも40いったい、はい、それでもし50なんていった日にはもう本当人間やめなきゃいけないですねガクさんが一番やっぱ声コーチングに対して細かいですね。シンプルな声の大きさも大きいんで、ディフェンス陣としては本当にやりやすいですね。楽したいんでやっぱりね、なるべくシュート打たすなと、打たすにしてもやっぱここを締めて、うん、こっち俺が守るよっていう風に やった方がやっぱ失点の確率減るから、うん、僕まあ今年3年目で、でまあ1年目2年目ガクさんほとんど試合には絡んでなかったんですけど、うん、やっぱキーパーって難しいポジションで、まあ、そんな中でやっぱこうずっと淡々とやり続けているガクさんはずっと見てたし、あの0点で抑えたのルヴァンのセレッソ戦に関しては本当にもうあの人生最後の試合になるかもしれないっていう言葉を聞いて、もう本当に感動しました俺はあれは本心だったからね、うん、もうなかなかチャンスが回ってこなくて、こういう第2第3第4キーパーの立場っていうのはもう本当に
数少ないチャンスでものにしなきゃ本当にもう次いつチャンス来るか分かんないっていうポジションだから、本当にあのセレッソ戦は人生かけて臨んだね。あれはやっぱ人生かけるタイミングってありますよね、うん、本当にあれだ、あの試合だったね。俺はその試合前のセットプレーで智也にガックン顔が本当に緊張してるよみたいな感じで言われてベテランの年齢だけどまだまだ緊張すんだなって思ってもうなんか全部ガクさんの元にボールが吸い寄せられてるなって上で話してました。確かにほぼ正面、ね、そうそうで無失点で勝った瞬間にガクさんがこう地面叩いてるの見て、ガクさんやってんなっつってみんなで喜んでんなっつって、この数週間で100人増えたから、それでもすごいやっぱすげえなーって思ったもん。やっぱ試合出る出ないでこんな変わるんだなと思って。確かに、例えばピー入れてくれるんだったらワンチャンサッカー熱よりゴルフ熱の方が高いんじゃないかっていう。いやもうなんか詳しくなってギアとか言っちゃって